どうも、ナナさんベースです。この度ですね、タイトルにも、書いてるかと思うんですけど、ニュース等で知ってる方、聞いた方いらっしゃると思いますが、相方の小野健人がですね、新型コロナウイルスに感染したということで、皆さんにご心配、ご迷惑おかけしております。ツイッターや、いろいろなところでですね、僕へのまあ心配の声だったりとか、ナナさんベースへの心配のお声みたいなのもいただいてまして、なのでちょっとこの場をお借りして、お話ししようかなと思って、今急遽動画を撮っております。結論から言います と、僕は濃厚接触者には当てはまらないということになっております。先日ですね、14日ぐらいに動画を上げさせてもらってるかと思うんですけど、まあ実際ね、服装等で見ていただいた方気づいたかもしれないんですけど、あれは7月の中旬に、撮影した、動画になってます。でですね、僕らちょっとまあ本業もお互いにあるということで、でさらに僕が忙しくなることも分かっていたので、かなり取りだめをして、それを編集してあげるっていうようなことを最近はずっとしていました。そうですね、なので僕の稽古だったりとか本番があったことが、まあ、幸か不幸か、彼と会うことができなかったので、まあその昔撮った動画、それ用に取りためていた動画っていうのを編集して皆さんに最近見ていただいていたんですけども、なので、そうですね、2週間以上彼とは、会っておりません。連絡は取ってたんですけどね、会えない状態だったので、僕は彼とのそのコロナのね、感染の疑いがある期間に濃厚接触はしていないという、ことです。はい。でですね、まあこういうご時世でもありますし、こういう時に始めたことっていうのもあるので、僕らもかなり、感染対策というのは、僕らなりにできることはまあしていました。まあ、今後ね、より一層、そういうところに気を使わないと、やはり本当に身近に、コロナの、ね、影が迫ってるんだなっていうのは今回改めて感じたので、そういう対策をしてね、今後またやっていきたいなとは思ってるんですけど、まあちょっと正直、あと数本、あと何週間かはですね、今まで通りのスケジュールで動画を上げられるぐらいのストックがあります。ただですね、まあこういう状況になって、そういう事情とかを、まあ、知らない方もね、僕らも別にこれ何日に撮影したものですとかも言っていないので、心配になったりとか変な誤解をね与えてしまう可能性もあるので、まあ彼とも話して、一度更新はストップしようという話にしております。なので、ちょっとこれからですね、彼がまあ回復して、もう大丈夫だというふうに陰性が出るまで動画はストップしたいなと思っております。はい。そうですね、まあ今本当に僕も今東京に住んで、いろいろ仕事なり生活をしていますけど、やっぱり本当にどこでもらうかもわからない。今回まあ県都からの感染っていうものがないというだけで、僕はまあまた別のところでもしかしたらもらっている可能性もあるかもしれないので、まあそれはね、今この時代を生きている人全員に言えることなので、まあ、より一層、自分ができるね、感染対策、そして人にうつさない、もしかしたら自分が補菌しているかもしれないと思いながら生きる、ことというのがね、本当に求められるんだなと、改めて強く感じています。なので皆さんもぜひね、気をつけて自分の身を守っていただければなと思います。そうですね、なのでちょっとまあ 2,3 週間、動画が止まってしまうと思うんですけど、応援していただいている皆さん、いつもありがとうございます。とてもね、皆さんのコメントだったり高評価が後押しになって、忙しい中でも編集が頑張れてます。まあ、彼ともね、撮影も楽しんでやってるんで、まあ、また再開できればいいなと思っておりますので、ちょっとお待ちいただければと思います。病状はだいぶ安定しているとは聞いているので、回復を皆さんで一緒に待ってあげればなと思っておりますので、今後とも、ナナさんベース、よろしくお願いいたします。またね、もっと面白い動画、だったりとか、彼のね、夢だったり、僕の夢っていうものが叶えられるような動画がね、撮りたいねっていう話をいつもしてるので、まあ、気長に、ゆるりとやっていければなと思ってます。なので、引き続き、応援のほどよろしくお願いします。そして、まあ、今回ね、ご心配おかけして、申し訳ございませんでした。それでは、皆さん、またお会いしましょう。